塗布の養いがたきも、おいての後、その功を知ると。ああ、これ、難人の言葉ぞや。災いの甚ははだしからぬも、わたらいを妨げ、ものを破りて、柿の隣のそしりを防ぎがたく。災いの大なるに及びては、家を失い、国を滅ぼして、雨が下に笑いを伝う。古より、この毒にあたる人。 行くばくということを知らず死して水死となりあるいは旗がみを振るうて恨みを報う類はその肉をし,しびしにするともあくべからず去る試しはまれなり夫の己をよく治めて教えなばこの憂い己ずから咲くべきものをただかりそめなるあだことに女のかだましきさがを募らしめて その身の憂いを求むるにぞありける。金を制するは木にあり。負を制するはその夫の王しきにありというは。げに去ることぞかし。びの国かやの氷、西瀬の里に。志澤正太夫というものあり。王子は播磨の赤松に仕えしが。三ぬるかきつ元年の乱れに。かのやかたを去りてここに来たり。 正太夫に至るまで身を経て春耕し秋を納めて家豊かに暮らしけり一子正太郎なるものなりわいをいとうあまりに酒に乱れ色にふけりて父が起きてを守らず父母これを嘆きて密かに計るは哀れ良き人の娘の顔良きを目取りて合わせなば彼が身もおのずから収まりなんとてあまねく国中を求むるに幸いに仲どありていう。 びつの缶座ね、笠田美木の娘は、生まれ立ち雅や,やかにて、父母にもよく仕え、かつ歌を読み、ことに巧みなり、もとよりかの家は、気びのかも分けが隅にて、筋目も正しければ、君が家にちなみたもうは、はたよき差がなるべし。このことのならんは、老が願うところなり、乳しの身心、いかにおぼさんやという。 正太夫大いに喜び、よくもとかせたもうものかな。このこと、我が家にとりては千歳のはかりごとなりといえども、笠田はこの国の貴族にて、我は宇治なき伝府なり、門戸敵すべからねば、おそらくは受けがいたまわじ。仲立ちの大きな、笑みを作りて、牛の下りたもうことは,なはだし、我必ず万歳を歌うべしと、生きて笠田にとけば、かなたも喜びつつ、 つまらぬものにも語ろうに、妻も勇みて言う。我が娘、でに十七歳になりぬれば、朝夕によき人柄合わせん物をと、心も落ちいはべらず、早く日を選みて印を入れたまえと、あながちに進むれば、近いすでになりて伊沢に帰りごとす。やがて印を熱く整えて送り入れ、よく日を取りてことぶきを催しけり。なお、幸いを神に祈るとて、 かんなぎ、はふりをめしあつめて、みゆをたてまつる。そもそも、とうに祈りする人は、かずの払い物を備えてみゆをたてまつり、よきさが、あしきさがを占う。かんなぎ、のっとを張り、ゆのわきあがるにおよびて、よきさがにはかまのなるこえ、うしのほゆるがごとし。あしきはかまにおとなし。これを、きびつのみかまばらいという。さるにかさだがいえのことは、かみのうけさせたまわぬにや、 ただ、秋の虫の草むらに巣だくばかりの声もなし。ここに疑いを起こして、この佐賀を妻に語ろう。妻、さらに疑わず、三釜の音なかりしは、はふりたちが身の気をからぬにぞあらめ。すでに印をおさめし上、かの石上につなぎては、あたある家、異なる国なりとも、こうべからずと聞くものを。ことに伊沢は、弓の元末をも知りたる人の末にて、起きてある家と聞けば、 今、いなむとも受けがわじ。ことにむこがねのあてなるをほのききて、我が子も日を数えて待ちわぶるものを、今のよからぬことを聞くものならば、すずろなることをやしいださん。そのときくいるとも帰らじと、言葉を尽くしていさむるは、まことに女の心ばえなるべし。笠田も元もよりがをちなびなれば深く疑わず、妻の言葉につきて、こととぶきとのい、両家のうからやから、鶴のちとせ 亀のよろずよをうたいことぶきけり。笠田の娘イソラ、かしこに生きており、つとにおき、おそくふしてつねにおやおやのかたえをさらず、おっとがさがをはかりて、心をつくしてつかえければ、いさわ夫婦はこうせつをめでたしとて、よろこびにたえねば、翔太郎もその志にめでて、むつまじく語らいけり。されどおのがままのたわけたるさがはいかにせん。 いつの頃より、友の角、袖という遊び物に深くなじみて、ついにあがないだし、近き里に別屋をしつらい、かしこに日を重ねて家に帰らず。いそらこれを恨みて、あるいは親親の怒りに寄せていさめ、あるいはあだなる心を恨みかこてども、大空にのみ聞きなして、あとは月を渡りて帰りこらず。父はいそらが切なる振る舞いを見るに忍びず。 翔太郎をせめて押し込めける。磯らこれを悲しがりて、朝夕のつぶねもことまめやかに、かつ袖が方へもひそかに物を送りて、誠の限りを尽くしける。ある日、父が宿にあらぬ暇に翔太郎、磯らを働いていう。おもとの誠ある三竿を見て、今は己神の罪を悔ゆるばかりなり、かの女をもふるさとに送りて後、 父の表をなごめ立てつらん。彼は針馬国稲美野の者なるが、親も亡き身の浅ましくてあるを、いと悲しく思いて哀れをもかけするなり。我に捨てられなば、はた船止まりの浮かれ目となるべし。同じ浅ましきつぶねなりとも、都は人の情けもありと聞けば、彼をば都に送りやりて、よしある人に仕えさせたく思うなり。 我かくてあればよろずに貧し借りぬべし。道の城、身にまとう者も,も誰がはかりごとして与えん。おもとこのことをよくして彼をめぐみまえと年ごろにあつらえけるを、いそらいともうれしく、このこと安くおぼしたまえとて、ひそかにおのが衣服ちょうどを金に変え、なお笠田の母がもとへも偽りで金をこい、正太郎へ与えける。 この金を得て、密かに家を逃れ入れ、袖なる者を愚して、都の方へ逃げ上りける。かくまでたばかられしかば、今はひたすらに恨み嘆きて、ついに重き病に不死に蹴り。伊佐は笠田の人々、彼を憎み、これを悲しみて、もはら胃の印を求むれども、物さえ日々にたりて、よろずに頼みなくぞ見えに蹴り。